5番桑鶴由紀子議員。5番桑鶴由紀子議員。対決より解決の姿勢で渋谷区政を動かしていきたいと思います。国民民主党所属の新人の桑鶴由紀子です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大きく5つのテーマに関してすべて長谷部区長に質問させていただきます。早速質問に入っていきます。高い派からも質問がありましたが、私からも自転車の交通安全について長谷部区長に伺います。4月1日からの自転車用ヘルメットの着用努力義務に関し、渋谷区においてはヘルメット着用がまだまだ普及していない現状が見受けられます。この現状にはヘルメット着用の努力義務が広く周知されていないことも挙げられます。効果的な情報発信と広報活動によって区民の皆様に対してヘルメット着用の重要性や法律の存在を正確かつ明確に伝える必要があります。またヘルメットの価格が高いという認識も一因と考えられます。ヘルメットの購入負担を軽減するための施策やサポート策の検討が必要です。特に多子世帯において子どもの数の分のヘルメットの購入は家計に負担で苦しいと、そんな声もよく聞きます。区ではすでに区民アンケートでの意識調査、そしてヘルメットの補助金制度や奨励金制度の導入を前向きに検討し、ヘルメットの普及を後押しいただく予定とのことですが、その上で以下の質問をさせていただきます。質問の一つ目は、ヘルメットの助成や補助はどのようなスキームを考えていますでしょうか。具体的に検討している内容を伺いたいです。先ほど多子世帯の声を紹介しました。一家庭に一つではなく、必要なヘルメットの個数分の補助ができるようにするべきです。区長の所見を伺います。またその周知や啓発などはどのようにお考えでしょうか。区役所のホームページを中心とした周知では不十分だと考えます。駐輪場や学校などとも連携したより幅広い啓発を検討いただきたいと思いますが、区長に所見を伺います。2番目の質問です。ヘルメットの努力義務以外にも、自転車条例の中に定められている自転車保険に関しても一緒に啓発するご案内するべきではないでしょうか。そして渋谷区で行っている区民交通障害保険に関しては、加入申し込み可能な期間が約2ヶ月と限定的でとても短いです。区民交通障害保険の加入可能な申し込み時期を柔軟にすることや、もしくは申し込みの期間の延長が必要と考えます。区長に所見を伺います。3番目の質問です。自転車の保険に関しての区民の加入率は把握されておりますでしょうか。もし把握していない場合は把握していくべきではないでしょうか。区長に所見を伺います。スケアドストレートはヘルメットの重要性も保険の重要性も理解するのに役立つ取り組みです。区で開催されているこの安全講習の中で、ヘルメットの着用のことや交通マナーやルール、そして保険のことなども総合的なご案内や啓発をできないでしょうか。この安全講習を学校の生徒向けだけではなく、広く保護者や地域の方なども参加できるように開催を広げていただきたいと考えます。区長に所見を伺います。自転車事故のリスクを減らし、区民の安全を守るためには、ヘルメット着用の徹底、そして交通ルールの遵守、事故があった時の備えとしての保険の加入が不可欠です。渋谷区が主導となり、自転車のヘルメット着用率と自転車の保険の加入率を向上させていくために、区長の答弁を伺います。次に子育て支援についてのテーマに入ります。私は渋谷区の妊娠、出産、子育て支援はネウボラをはじめ育児パッケージにニコニコママなど、渋谷区独自の子育て支援が他の区との差別化にもなっていて、不安なく喜びの多い子育てができる支援につながり、日頃の取り組みを評価いたします。その上で今回質問させていただきます。
資料も投影しております。お手元のタブレットでも資料はご覧になれます。東京都ではさまざまな子育て支援メニューを取り揃えています。その中には東京都が主体となる事業と各区が活用するかどうか判断する事業との2種類があります。事業費を東京都が負担するものの各区が活用するかどうかを判断する任意事業もさまざまございます。今回渋谷区で活用されていない任意の事業に関して伺います。東京都が実施主体となる事業では対象となる期間が限定的であることや突然事業が終了する可能性があるためその後の運用について区として考慮していく必要がありますが、区民の立場に立ってみればなぜ東京都の事業を活用しないのか疑問があります。このような活用されていない東京都の子育て支援メニューの中にバースデーサポート事業があります。これは1歳または2歳を迎える子どもを育てる家庭に対し情報提供や状況把握などを行うとともに育児パッケージとして第1子6万円分、第2子7万円分、第3子以降は8万円分の商品券を給付する事業であり10分の10、東京都の財源で実施されます。文京区、目黒区、江戸川区、港区など23区中9つの区で活用されていますが、渋谷区ではこの東京都の事業は実施されていません。東京都が実施する任意事業で渋谷区が実施していない事業は他にも存在します。東京都のメニューには人材育成、多胎児家庭の母子健康事業利用のための移動支援などもあります。児童手当の特例給付が一部廃止、また物価の高騰などで特に渋谷区の子育て家庭に大きく影響が出ている中、東京都の事業を積極的に活用すべきと考えます。特にバースデーサポート事業は行政が関わる機会の少ない1歳前後または2歳前後の子どもを育てる家庭の状況把握を行うことで児童虐待の予防や孤立対策にもつながる重要な事業と考えます。このバースデーサポート事業を一刻も早く渋谷区として実施するべきと提案いたします。区長の所見を伺います。次に高い派からもありましたが喫煙所について質問いたします。渋谷区では2019年4月にきれいな街渋谷をみんなで作る条例の改正に伴い指定喫煙所以外の屋外公共の場所での喫煙を禁止しましたが、それでもなお路上喫煙やタバコのポイ捨てなどが深刻な問題となっております。特に笹塚地域においてはこの問題の改善を願う区民の方の声をよく聞きます。路上喫煙やタバコのポイ捨ての問題を改善し健康で快適な環境を実現するためにいか伺います。最初の質問です。現在の渋谷区の喫煙所の数はエリアによっては足りていない、路上喫煙が常習化しているところも見受けられ、喫煙者の方からはタバコ税などの歳入の中から喫煙所を整備してほしい、そのような声を頂戴します。渋谷区で完全密閉型の喫煙所を含めて今後具体的な喫煙所の増設計画はあるのでしょうか。ない場合にはその理由を教えていただけますでしょうか。区長に答弁を求めます。二つ目の質問です。資料投影もしてあります。完全密閉型の喫煙所内において広告を流すことで収益を生み出している事例もあると聞いております。例えば広告会社では1ヶ月あたりの広告料が1喫煙所につき10万円から100万円程度となっているそうです。渋谷区でも密閉型のコンテナ型の喫煙所には広告を掲示し喫煙所を収益化することについての見解を区長に伺います。次のテーマに移ります。バリアフリーな都市整備や再開発についてです。渋谷区は多様性を大切にし違いを力に変える街、そのように区民の皆様に力強いメッセージを発信されております。公園に関しましてもインクルーシブな公園の整備を進め、すべての公園利用者が安全に楽しむことのできる公園づくりを目指しております。私は渋谷区の公園は誰もが楽しめる公園であってほしい。それは車椅子の方はもちろん公園の中に当然排除されていない公園であるべきと考えておりますが、現在の区内の公園は公園の入り口にポール型の車止めのハードルが設置されていて、車椅子の方が公園に入れない状況がございます。そこで質問です。渋谷区内の公園の入り口に関しては車椅子の方も入れるように車止めの工夫を行い、また視覚障害者の方のためには階段や段差の前の点字ブロックの設置の対応を進めていくべきと考えます。
入り口は例えば車止めにポール型のハードルを設置するのではなく、チェーンタイプにしたり、物理的なハードルではなく看板などで車やバイクの進入を禁止することを周知したらよいのではないでしょうか。もしくはポール型の車止めを設置する場合には、サイズを車椅子の方が通行できるサイズにするべきと考えます。今こちらにはポール型のハードルの事例を投影させていただきました。区長の所見を伺います。次の質問です。すぐに全部の公園の入り口のバリアフリー化やインクルーシブな整備は難しい。予算や優先度などでそういうことも考えられるかと思います。その場合はぜひ、例えば災害が発生した際の一時集合場所に指定されている公園などから先にバリアフリーやインクルーシブな公園の整備を進めるべきです。一時集合場所に指定されている公園にもかかわらず、入り口にポール型の車止めが設置されていて、車椅子の方が除外されている現状は早急に改善しなくてはいけません。区長の所見を伺います。続いて質問させていただきます。資料の答弁もご覧ください。今年の3月に恵比寿の駅前で車椅子の方が移動に困られていたので、移動に付き添った経験があります。その時の目的地は歯科医院だったのですが、医院の中に段差があり、バリアフリー化されていなかったため、車椅子の方はその日に診察が叶えませんでした。そこで質問です。渋谷区では小規模施設に対するバリアフリー化整備助成制度がございますが、現在こちらの助成は全然活用されておりません。せっかくの支援の制度が周知されていない、使いたくても使いにくいなどの課題があるように感じます。小規模施設に対するバリアフリー化整備助成制度について、この制度の周知や啓発などをどのように進めていく考えがあるのか、区長に所見を伺います。次に質問します。現在は渋谷駅周辺に限定されている本制度をもう少し地域を拡大などすることで活用を促進するべきではないでしょうか。区長の所見を伺います。東京都台東区では医療機関などに向けたバリアフリー整備助成金という制度があります。渋谷区でもこのように医療機関でのバリアフリーが推進されるように、バリアフリーの整備助成の範囲を広げたり、補助率を増やすべきではないでしょうか。例えば建物の中で一定の広さや割合を医療機関が占めている、そんな場合や、渋谷区で区の検診などを実施している医療機関など、それらはもしバリアフリー化されていない場合には、この制度の適用を受けられるように、そういった提案をいたします。区長の所見を伺います。このテーマの最後の質問です。車椅子の方などがバリアフリーやインクルーシブな整備のされた病院や公園、店舗などを調べるのも、お年寄りの場合は情報の検索もとても大変です。区であらかじめ渋谷区内のバリアフリーやインクルーシブな医療機関や商業施設などのマップを作成できれば助かる方も多いと思います。ぜひ作っていただきたいです。区長の所見を伺います。まちづくりについて質問させていただきます。次のテーマ、大きく2つの項目で質問させていただきます。1つ目の項目は玉川上水旧水道緑道再整備について質問させていただきます。緑道の現在の計画の進捗状況がよくわからない、意見交換に参加しているが区民の声が届いているのか心配だ、そんな声も聞こえます。昭和63年に完成した旧玉川上水ルートの構想案は、利用目的や環境に合わせてスポーツゾーン、レストゾーン、コミュニティゾーン、ファミリーゾーン、イベントゾーン、ショッピングゾーンなど6つのゾーンに細分化し、区民の思いに寄り添った緑道づくりを目指して現在の緑道となりました。資料も投影いたします。ファミリーゾーンは約690メートル、コミュニティゾーンは約640メートル。こちらのゾーンでは人の集まりを考えて子どもの遊具が置かれています。緑道全体の3110メートルに対して約1330メートル、つまり全体の中の約4割が子どものための遊具が設置されたスペースです。そこで質問します。今回の緑道の計画では農園の割合は全体のどのくらいを予定し、逆に子どもの遊具のあるようなスペースはどのくらいを考えているのでしょうか。また木の伐採も始まっているようですが、一度切った木は取り戻せません。今回の再開発にあたり、樹木の伐採もどのくらいを予定しているのか教えてください。計画の進行が順調に進んでいるのか、全体像や計画の進捗状況はどのように区民の皆様に共有されるのかなども含めて、区長に答弁を求めます。次の質問です。
緑道再整備における現在の公園がある畑城小学校前の緑道の在り方に関しては、農園ではなく遊具のある公園が欲しいとの区民の声を多く頂戴いたします。緑道再整備について委託先の東京ランドスケープ研究所から2億7000万円もの金額で再委託されている優秀なデザイナーならば、区民のニーズに応じて農園ファームありきではなく多様なニーズ、例えば畑城小学校前であれば子どもが遊べる空間、遊具があるなどを盛り込んだ上で統一性のある緑道のあり方を作れるはずと考えます。区長の見解を伺います。次に学校の建て替え計画に関する質問をさせていただきます。渋谷区新しい学校づくり整備方針学校施設の未来像と建て替えロードマップの12ページにトイレの方針がお示しされています。画面に該当の資料も投影しています。児童向けのトイレや職員や地域に開放されたユニバーサルデザインのトイレについての記載があります。今後の22校の建て替え計画では、このユニバーサルデザインのトイレの方針に基づいて実施されるのでしょうか。区長に所見を伺います。LGBTQ 当事者の方々からは、このユニバーサルトイレに対して否定的な意見もあります。また、過去には文京区で地域開放の男女共有トイレで女児が殺害されるという悲しい事件が発生しました。さらに最近では、新宿の歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレが12ページに示されているユニバーサルトイレと酷似しています。新宿の歌舞伎町タワーのジェンダーレストイレでは、女性の不安の声が高まり、改修工事が予定されています。また、工事完了までの間、トイレの前には警備員が立ち、有人でトイレを監視する運用が行われています。12ページの資料は構想であり、実際の学校建物や施工に関しては、専門家の意見や区民の意見などを考慮して変更される可能性があることを理解しています。ただし、資料には職員のトイレがユニバーサルトイレとして示されているようにも読み取れます。児童の安全と同様に、学校の教職員も重要な存在であり、軽視されるべきではありません。過去に起きた男女共用トイレに関連する出来事から学びを得て、学校において男女共用のユニバーサルトイレを設置する場合には、女性の不安の声を無視しない対応が必要です。多様性を考慮した多目的なトイレを増設する方針は良いことと考えますが、その過程で女性専用のトイレがなくなったり、女性専用のトイレの設置場所への配慮がなくならないように、女性と子どもの、そして全てのトイレ利用者の方の安全を重視した学校におけるトイレの環境構築に関して、区長に所見を伺います。次の質問に入ります。学校の設計においては、トイレを含むすべての面で、子どもたちや職員の安全性は最も大切と言っても過言ではありません。特に地域に開放される可能性のある学校の設計では、子どもたちや職員の安全性を守るために、デザインだけではなく、運用面でも防犯の視点をしっかりと考慮し、適切な対策を講じる必要があります。犯罪機械論や防犯の専門家の意見を取り入れて、具体的な構想の検討を進めるべきです。渋谷区では、学校の構想において、安全上の懸念点を専門家の意見を取り入れる予定はありますか？学校を地域に開放する際に、安全上の問題点を専門家に確認し、学校の安全性を高めるために必要な対応や対策について議論するべきです。区長の所見をお聞かせください。次の質問に入ります。トイレの防犯や地域開放を前提とした学校の防犯に関して、渋谷区の新しい学校が日本で最も安全な学校としてモデル校になれるようなレベルで学校の防犯に取り組んでいただきたいと思います。未来の学校プロジェクトの構想を読んだ区民、特に子どもを育てている保護者の方々からは、記載されている内容ではセキュリティに不安を感じるという声や、子どもの安全を軽視しないでほしいという強い要望をいただいています。過去には池田小学校での事件も発生しました。子どもたちの安全を守るためには、さまざまな角度や視点から、専門家の意見や現場の先生の声なども聞き、最先端の技術も活用して、学校に通う子どもたちの安全を担保していただきたいです。区民の方々が安心して、子どもたちを新しい未来の学校へ通学させられる環境を築くための展望、並びに安全の担保に関して区長に伺います。次の質問に入ります。
これから予定されている学校の建て替え計画の中でも一番最初に着手される広尾中学について2つ質問させていただきます。まず広尾中学校の建て替えに際して渋谷図書館が中学校の中に機能を複合化する予定でおりますが、図書館は地域防災拠点機能からは外れるのでしょうか。つまり災害時に図書館のスペースが防災施設として機能するのか、それとも機能しないのか、区長の所見をお聞かせください。次の質問です。広尾中学校の建て替え計画において、景観条例の制限により3階までしか建築できないということですが、現在の広尾中学校はすでに4階建てとなっております。果たして広尾中学校は旧渋谷図書館と同じ面積や容積、書籍の規模を維持することができるのでしょうか。もし規模が縮小される可能性がある場合、渋谷図書館跡地でのリニューアルを検討するべきではないでしょうか。区長の所見をお聞かせください。次の質問に移ります。小学校建て替えに伴う仮設校舎に関して、現在青山病院跡地に建設予定の仮設校舎は神南小学校、広尾中学校、松濤中学校の3校が使用する予定です。ただし子どもたちのことを考えると、同時に3校が仮校舎を使用するのではなく2校の運用が望ましいのではないでしょうか。実際に限られたスペースを譲り合いながら利用する場合、3校のうち2校が中学校で1校が小学校である場合、小学校の利用には制約やしわ寄せが生じないか心配です。青山仮設校舎の使い方に関して設置者である区長に見解を伺います。神南小学校の建て替えに関して伺います。学校のすぐ近くに渋谷ホームズの高さ150メートルのタワーマンションが建つことについて、5月18日に開催された神南2丁目宇田川町地区の都市計画案意見交換会でも地域の住民からは強い反対の声が上がりました。住民の方は小学校の老朽化に伴う建て替えには理解を示していますが、渋谷ホームズとの話し合いの中で子どもたちの安全を心配する意見も多数上がりました。150メートルの高さの建物が小学校に隣接することによって生じる様々な問題や懸念事項がございます。例えば公開空地からの覗きや盗撮の被害や150メートルの落下物に対する対策、ビル風やガラスの反射などが挙げられます。例えば覗き被害をなくすために小学校と向き合う側ではバルコニーの設置を制限する、小学校を物理的に覗けないように地下空間を有効に活用するなどの対策が検討できるかと思います。区としても子どもたちの安全やプライバシーに対する懸念を広く考慮した議論並びに交渉を行うべきです。現在150メートルの建物が小学校に隣接することによって生じる懸念や影響についてどのように考えているのか、区長に所見を伺います。以上、長谷部区長ご答弁をよろしくお願いいたします。また我が会派の佐々木由紀議員の代表質問の答弁の際に若干早口で聞き取りにくかったため大変恐縮ではありますが、どうかゆっくりと丁寧な答弁をいただければ幸いです。長谷部区長。立憲国民渋谷議員団桑水流由紀子議員の一般質問に順次お答えします。はじめに自転車の交通安全について4点のお尋ねですが、一括してお答えします。一昨日の渋谷区議会自由民主党議員団岡田美穂議員の代表質問にお答えしたとおり、自転車用ヘルメット着用促進を図るためヘルメット購入に必要な経費としてヘルメット1個あたり2000円を上限として4000個分を補助してまいります。合わせて現在ヘルメット着用や保険加入促進の周知用リーフレットの作成を予定しており、東京都や警視庁のリーフレットも活用しながら区立中学校で実施するスケアードストレート方式の交通安全教室や警察等と連携した地区単位で開催する交通安全教室等のイベントを活用し、交通安全に関する周知徹底を図ってまいります。なお自転車保険の加入率については、昨年12月に実施した渋谷区公式 LINE によるアンケートでは 49.5% の方が保険加入しておりますが、
自転車用ヘルメット着用促進事業の開始後、再度 LINE アンケートを実施し、加入率の推移を確認してまいります。区民交通障害保険については、一部の区でオンライン受付を試行的に開始したと聞いております。この状況を見て、本区での導入についても検討しているところです。次に、子育て支援についてのご質問です。幼児期のお子様を育てる家庭に対し、育児パッケージを提供するバースデーサポート事業については、今年度予算に計上し、第1回定例会ですでにご議決をいただいております。本年7月以降に開始する予定で、現在準備を進めています。次に、喫煙所について2点のお尋ねです。はじめに、喫煙所の増設計画についてですが、延べ床面積が1万平方メートルを超える大規模建築物には、条例により公衆喫煙所の設置を義務付けており、ビル建設の計画に合わせ、喫煙所の増設を推進しています。コンテナやトレーラーを利用した屋外密閉型喫煙所は、昨年9月、代々木駅東口の近くに3カ所目の設置を終え、以後、次の設置場所の選定を進めておりますが、現時点では候補地は未定です。このほか、昨日、渋谷を笑顔する会、薬丸義人議員のご質問にお答えしたとおり、既存の民間建物の一部を借り上げ、喫煙所を設置することは、技術的な面から難しくなっていますが、今後、設置工事に適した物件を探していきたいと考えております。なお、屋外開放型喫煙所は、自動喫煙防止の観点から今後新たに整備する予定はありません。次に、コンテナ型喫煙所での収益化についてですが、区設置のコンテナ型喫煙所は、東京都の補助金を利用しており、喫煙所内に広告を掲載して収益を得ることは禁止されています。次に、バリアフリーな都市整備や再開発について、大きく3点のご質問です。はじめに、区立公園のバリアフリーについて3点のお尋ねに一括してお答えします。車椅子利用者や視覚障害者が公園を利用する際にスムーズにアクセスできるよう、十分な道路幅を設けることや、視覚障害者誘導ブロックを設置するなど、これまでもバリアフリー化を図ってきました。また、公園の出入口には車両の進入や公園利用者の飛び出しを防ぐためのポールなどを設置し、公園利用者の安全を確保しています。自転車やバイクなどの車両を公園に乗り入れることは禁止とされており、これまでも看板により周知しているところですが、今後も分かりやすい案内に努めます。引き続き日常の利用だけでなく、災害時も想定しながら必要な改善を行ってまいります。次に、小規模施設に対するバリアフリー化整備助成制度について3点のお尋ねに一括してお答えします。渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成制度の周知については、区ホームページで制度内容を紹介するとともに、区ニュースで年2回掲載しています。一部の医療機関について助成対象となっているものの、助成制度が利用されていない現状は課題と考えており、まずは制度の認知向上と、小規模施設に対して助成対象メニューの多角化を検討しています。多角化を図るにあたり、今年度中にエリア内の商店街にヒアリングを行い、利用にあたっての課題の洗い出しを行う予定です。また、対象地域の拡大については、渋谷駅周辺でのバリアフリー化の実施結果を踏まえた上で、対象地域の在り方を検討していきます。次に、バリアフリーマップについてのお尋ねです。現在、民間事業者のノウハウも得ながら検討を続けていますが、再開発に、などにより、情報が日々刻々と変化する本区においては、情報の収集や更新方針、正確性の担保など多くの課題があります。引き続き、当事者の声も聞きながら、バリアフリー情報の情報のあり方について検討をしていきます。次に、まちづくりについて大きく2点の、ご質問です。はじめに、玉川上水給水流緑道再整備について2点のお尋ねに一括してお答えします。玉川上水給水流緑道再整備については、先ほど高井派のご質問にお答えしたとおり、笹畑会議や出張座談会などにおいて、地域の方々と意見交換を重ねながら、再整備に向けた検討を進めています。直近では5月14日に畑代小学校前の初台緑道にて出張座談会を開催し、子どもと大人それぞれ約30名の方々にご参加いただきました。これまでにいただいたご意見では、子どもたちの遊びの発想が広がる遊具、年齢などに応じた遊具、自然を生かした遊び場などを望む声があり、今後はこれらを生かし、遊び場、園路広場、植栽、農園などの配置について検討し、まとまり次第お示ししていきたいと考えています。樹木の伐採についても、先ほどお答えしたとおり、令和2年度までに樹木医が実施した健全度調査において、189本に幹や枝に著しい枯損などがあったことから、緑道の利用者への危険がないよう、それら枯損木を順次伐採しています。また今年度、笹塚緑道と大山緑道の一部をモデル区間として先行的に整備し、来年度には区民の皆様に新しい緑道を実感していただける予定であり、緑道再整備の計画は順調に進んでいます。
次に学校の建て替えについて7点のご質問ですが、一括してお答えします。学校トイレや防犯対策については、昨日渋谷を笑顔にする会、薬丸義人議員に教育長が答弁したとおり、今後建て替えを行う学校ごとに専門家の知見も入れながら計画を進めてまいります。次に広尾中学校についてですが、渋谷図書館は従来より避難所ではありません。また、広尾中学校では十分に避難所機能を確保できるため、建て替え後も避難所とする考えはありません。なお、建て替え後の渋谷図書館は、建て替え前と同規模の面積を予定しています。次に、青山キャンパスについては、当初予定していた3校が同時に利用できる規模の校舎や体育館を建設します。神南小学校は中学校2校の1年後の移転となりますが、3校となってもご心配に及びません。神南小学校に隣接する建て替え後の渋谷ホームズからの落下物、ビル風やガラスの照り返し、覗き見等の対策は高層マンション建築では当然対応する課題であり、十分な対策が取られるものと考えていますが、学校への影響に関して必要な申し入れは当然に行っていきます。以上、答弁といたします。5番、桑水流紀子議員。区長、答弁ありがとうございました。何点か再質問させていただきます。喫煙所の増設の計画がまだ候補地未定ということではありますが、また、屋外の喫煙所に関しては作る予定がないということでしたが、屋外の喫煙所に関して、例えば港区では電子タバコ専用の屋外の密閉型ではない喫煙所が新しく作られて好評なようでした。一律に屋外の喫煙所を作らないと決めるのではなく、ぜひ電子タバコ専用の喫煙所などやり方を変えて喫煙所を増やしていく、密閉型の金額がかかる高額な喫煙所以外を建てる方法などもぜひ前向きに検討していただきたいと思います。そのことに関しての所見をお伺いします。次に、公園のバリアフリーに関して私が質問させていただき、また資料も投影させていただきましたが、現状一時避難場所に指定されている公園で、現状入り口にポール型のハードルが設置、車止めのようなハードルが設置されているため、車椅子の方が入れないという現状があります。こちらに関しては早急に解決していくべきと思っておりますが、区長はそのことに関してはどのように考えておりますでしょうか。一時避難集合場所に指定されているにもかかわらず、車椅子の方がもし災害があった際に行こうと思っても入れない状況に関してどのように考えているのか、すぐにでもこちらに関しては入り口の改修直す、また車止めを工夫するなど考えているのかなどお答えいただければと思います。またバリアフリーマップに関してノウハウを蓄積しつつ、また最新の状況を見据えながら検討しているというような前向きな形では受け止めておりますが、やはり当事者の方からは、前回その車椅子の方を歯科医院にお連れした際にも思ったのですが、その方はどういったところが車椅子に対応されているのかといった情報を自分は知らないというふうにおっしゃっておりました。ぜひ区の方でももちろんその情報の正確性といった部分には悩みはありますが、確実にここの病院やここの施設に関してはバリアフリー化されている、インクルーシブであるといった、そういったご案内ができるようなことを整えていくべきではないかと思います。改めて本件、こちら区長の所見を伺います。また学校の建て替えに関しまして、専門家の意見を聞きながらトイレ並びに防犯に関して考えていくということではありましたが、私が先ほど確認させていただきたとおり、未来の学校プロジェクトにおける防犯に関しては、防犯の面でもまるでモデル校になれるようなレベルの高い水準でのセキュリティや子どもたちの安全の担保を行っていく、そういったことに関して改めてそこの部分に関しては回答をいただけなかったと思いますので確認させてください。そのくらいのレベルで防犯セキュリティを強化するつもりがあるのかどうかお答えいただければと思います。最後に、神南小学校の建て替えに関しまして、
前回私は意見交換会の場に参加いたしました。その場では少し紛糾しているような住民の方からの反対の声というのは多く、特に子どもの安全をに関して質問される、どういったことなのか、そういった質問が飛び交うような現場を目撃いたしました。また昨日の田中雅也議員の答弁でも、今後もまた意見交換会の予定があるとの回答がありましたが、実際にいつくらいにまた区民の方、地域の住民の方、保護者の方に向けての意見交換会があるのかどうかお答えいただければと思います。以上、私からの質問になります。区長、 ご答弁をよろしくお願いいたします。長谷部区長。桑水流議員の再質問に、お答えします。まず喫煙所についてですけども、基本的には、今方針としては開発で大きいビルができたときにその中に作っていきます。で、その当時確かに電子タバコについてはですね、想定がありませんでした。今電子タバコの副流煙についてもですね、それが害かどうかというのも、なかなか判断が難しいところではありますが、紙の巻きタバコでは害が少ないということも感じております。電子タバコについては検討の余地があるかなというふうに思いますが、今どこにいつ作るというのは、こう迂闊に言うとですね、それを勝手にわーという人たちがいますので、そこは控えますが、検討していくということでご理解いただければというふうに思います。で、またバリアフリーの公園についてですけれども、多くの公園は今バリアフリー化順調に進んでいるというふうに認識です。ちなみにどこの公園なんでしょうか。ちなみに南公園とかそれなりにやってるんですよね。今度ちょっと具体的にどこの公園か教えてください。順々にですね、各公園含めてかなりバリアフリー化は渋谷区率先して進めておりますので、もちろん完全ではまだありませんが、地形の事情とかですね、こう階段で上がっているとかいろんな事情があってなかなか難しいところもあるのも実際あります。ですので、具体的に狭いとかね、具体的な場所を教えていただければ、できる限りの検討はしてきますが、やるかどうかも含めてですね、検討していきたいと思います。で、バリアフリーマップについてもですね、先ほど申したとおりいろんな課題があります。当然情報発信ということは重要だと思ってますので、先ほど答弁したとおり、引き続き検討していくということでご理解いただければと思います。で、学校について安全の担保ということですけども、これ当然です。しっかりやっていきます。で、あとは説明会についてですけども、都市計画の進捗状況に沿ってですね、説明会が行われると思いますので、今いつということはお答えできません。以上です。5番、桑水流由紀子議員。答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきます。神南小学校の建て替えに関する意見交換会に関しまして、意見交換会5月18日の場では、計画もともと沿っていたロードマップ上に次の意見交換会は予定がないから、もう今後意見交換会の場、そういった説明会の場はないという説明がありました。しかし昨日の田中雅也議員に関しての答弁では、意見交換会があるという説明がありましたので、先ほど私はいつあるのかというふうに質問させていただきました。再度確認させていただきますが、ロードマップ上には意見交換会はもう2回目の開催はないというふうに書かれてはおりましたが、今回の答弁から考えるに、意見交換会は開催されるというふうに考えていいのかどうか確認させていただければと思います。また前回の意見交換会の場では、時間が短くて質問したくても質問できなかった、そういった不満の声も参加された区民の方からはあったように見受けられます。ぜひ開催時間だったりですとか、質問の集め方だったり、そういったところ、次回開催される場合にはより工夫をしていただきたい、そういうふうに思います。答弁をよろしくお願いいたします。長谷部区長。
桑水議員の再三質問にお答えします。都市計画説明会の原案の説明会がこの先あります。以上答弁といたします。5番桑水流議員、意見だけ。ここで市民の方の思いに寄り添ったそういった区政をぜひしていただきたい。所案説明会に関してもぜひそういったことを第2回の検討も含めて考えていただきたいという意見を述べて、私の答弁は終わりにしたいと思います。